それではたぬきちクッキー作っていきたいと思います。材料はこんな感じです。バターに関しましてはマーガリンで代用することもできるので、よかったらやってみてください。じゃあまずはですね、バターを混ぜていきたいと思います。本当にね、混ぜて入れるだけのめちゃんこ簡単作業でございます。お次はですね、グラニュー糖を入れていくんですけど、今回ですね、私は甘々クッキーがあまり好きではないので、割とねグラニュー糖は少なめでやっておりますが、皆さんお好みの甘さに合わせて入れていただけるといいかと思います。お次は卵黄を入れていきます。すごく混ぜ方が粗いので、本当にお菓子初心者で大変申し訳ございません。はい、じゃあお次は小麦粉を少しずつ入れていきます。今回私はね、ふるいにかけて入れております。ごぼうしておりますね申し訳ございません。ってことでね、こう何回も小分けにしてね入れていくことをおすすめします。結構ねこんな感じでパサパサダマダマになるので、しっかり混ぜていきましょう。今回はですね、お菓子作りちゃんとしようということでふるいを使っておりますが、ふるいがねなくても作れますので、そこはご安心ください。ってことで生地は完成いたしました。でこっからですね、少し冷蔵庫で冷ましたいと思います。こんな感じでね、ラップに包んでから冷蔵庫に入れていきます。イエイ。ってことで、ある程度こんな感じで固まりましたら、これをですね3等分に分けます。部分用と葉っぱ用ですね。ってことでこんな感じでボウルに分けて、これを色付けしていくという感じでございます。葉っぱ用はね別になくても、私が作りたかったので今回作ったという感じでございます。はい、完成です。はい、ということですね、ここからはたぬきちをね作っていきたいと思います。イエーイ。おう、すごくまぶしい。ってことで、あらかじめ用意いろいろしてきたんですけど、まずたぬきちの型になるものですね。じゃーん、こんな感じであらかじめたぬきちのね絵柄を取っておきました。私はなんせ模写が苦手やから、携帯でクッキングペーパーに取ってこんな感じでね書き出しました。作りたい絵柄の画像をクッキングペーパーに写しましたら、一回ね作った時に意外と形が難しくて、なんかちょっと大きくてもちっちゃくてもあんま可愛くないたぬきちができちゃうから、私は難しい部分だけこんな感じで形をねもう一回くり抜いております。でこれとベル袋と家具の葉っぱですね、この子たちもかたどってみました。これをこういうもう一つ普通のクッキングシートの上にこんな感じで乗せて、このねクッキーの型を乗せていくという感じでございます。やってみよう。よし、じゃあやっていきます。まずこんな感じでこのねかたどったクッキングシートの上にこのクッキングシートを乗せて、まずはたぬきちの土台から作っていきます。なんかポイントとしては、乗せてからこうなんか伸ばしていく方が作りやすいなって思いました。結局さ、クッキーって膨らむから、みんなのね好みの大きさにすればいいと思います。はい、こんな感じでたぬきちの土台ができました。でお次は耳ですね。これができました。お次はこちらの目の部分作っていきたいと思います。このね目のこのなんていうん、黒い部分が意外と難しくて、これがね大きくてもちっちゃすぎてもあんま可愛くないから、私はたぬきちの写真とかを見てこういう風にかたどってからやるのがおすすめ。はい、こんな感じですね、目の部分ができました。これを乗せます。どうやろう、なんかうまいこといくかな。昨日結構可愛く作れたんやけどな。こんな感じでね、ここのこの目の白枠わかる？ここが濃いブラウンで白枠で濃い目ってなると思うんですけど、この白い部分は後でホワイトのチョコペンで描いていきたいと思います。ほんまはさ、ここの一番の黒目もやりたいんよ、チョコペンで。しかしマジでねお菓子用品が全然売ってないから、黒目の部分は作って後からホワイトのチョコペンで外縁をね描いていくという感じでやっていきたいと思います。本当にチョコペンが売ってない。てかさ、この辺はめっちゃ暑いんよ、今も汗だく。これで目と
鼻ができたのでこれをまた乗せていこう。この時点でさ、あれちょっとブサイクかもって思ってても、意外とホワイトのそのチョコペンで白縁を描けばいい感じにねなるから、みんなここは心配しないで。結構時間かかるから1個作るのに、だからみんなマジで暇な時にやった方がいいよとりあえず1個完成しました。はい、こんな感じです。ということでこんな感じでございます。ちょっと切り替えて葉っぱを作ってみようかな。この穴がね難しいよね。どうどうどう、こんな感じ、なんか焼けばいい感じになるんじゃない。ちょっとねこっからは急スピードでやってお見せしたいと思います。じゃあスキップ。低高糖で低高糖で低高糖で夜になりました全部ではねないんですけど、こんな感じで焼き上がりました。めっちゃいい感じ、めっちゃ可愛くない。こんな感じです。これとかこれとかの葉っぱやね。これちょっと分厚めに作った方がいい感じやった。あとベル袋も作ってみました。はい、感じです。ってことでこれをね今から白目とかを描いていきたいと思います。なんかちょっとずつこうやってちょん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 って描いていきます。結構大きめに描いてあげる方が可愛い。こんな感じ、可愛い。よし、じゃあこれをねちょっと写真撮ってセットしていきたいと思います。はい、ってことですね、完成いたしました。ちょっと可愛すぎるもん、最高の出来でございます。ちょっとね、じゃあせっかくやったら1個食べてみようと思う。おいしい、おいしい。こうマジで超絶不器用な私でもできたので、ぜひねおうち時間で皆さんもやってみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram やそして TikTok もやっているのでよかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。